旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。旅行の達人のまいこです。今回は高知で有名な観光スポット10選をご紹介します。東西に長い高知県には様々な観光地があります。ここでは高知で有名な観光スポット10選を紹介しています。どこも魅力がいっぱいのところばかり。一度は訪れてみたいところです。1か所目は龍河洞をご紹介します。香美市の土佐山田町にあるのが龍河洞です。日本三大鍾乳洞の一つに数えられていて、1934年には国の天然記念物と史跡に指定されています。道内は LED 照明によるライトアップやプロジェクションマッピングなど最新技術で楽しめる工夫がされていて、素晴らしいものとなっています。出口付近には弥生時代の結居生活の跡もあり、観光と探検に学術価値の三拍子が揃った神秘の龍河洞です。続いては桂浜をご紹介します。高知市の太平洋を望む海岸が桂浜です。竜頭岬と竜王岬の間に球状に広がる県を代表する景勝地の一つで、月の名所としても有名な場所。浜辺には太平洋を望んで立っている大きな坂本龍馬の銅像があり、全国的にも広く知られています。土佐民謡のよさこい節にも歌われていて、紺碧の海と青い空に幕末の歴史を感じます。続いては播磨屋橋をご紹介します。高知市中心部に位置するのが播磨屋橋です。長さが約20メートルの道路橋となっていて、実際にはひらがなで播磨屋橋と表記されることも多いです。よさこい節のフレーズになっている坊さんかんざし顔を見たが有名です。江戸時代に堀川を挟んで商売をしていた播磨屋と筆屋が往来のため私設の橋を架けたことが始まりとなっています。がっかり名所となっていますが、橋の色が鮮やかで写真に映えます。続いては足摺岬展望台をご紹介します。土佐清水市の足摺岬にあるのが足摺岬展望台です。太平洋を270度の大パノラマで眺めることができる四国最南端の展望台。紺碧の海が広がる雄大な景色は目を見張る絶景で、地球の丸さを実感できること受け合いです。鑑賞するシチュエーションも大切で、晴れた日中に恋人や家族と訪れたいところ。続いてはワンパーク高知をご紹介します。高知市桟橋にあるのがワンパーク高知です。観覧車などの遊具で遊べるプレイランドのほか、のんびり生活する動物たちを近くで見ることができるアニマルランド、子どもに人気のアスレチックを設置したアスレチックゾーンと、冒険をテーマにした緑豊かな滝ゾーンに分かれています。どの場所も一日中楽しめるアウトドアスポットとなっています。続いては広め市場をご紹介します。高知市の中心部にあるのが広め市場です。和洋中のさまざまな飲食店が約40店舗と、土産物屋などの物販店が約20店舗混在する施設です。土佐藩家老の屋敷があった付近にあり、維新後も一帯は親しみを込め広め屋敷と呼ばれていたことからこの名がついています。高知の美味しそうなものが揃っているので、食いしん坊の方はぜひ訪れたいところ。続いては高知県立牧野植物園をご紹介します。高知市の五台山にあるのが高知県立牧野植物園です。世界的な植物学者で高知県出身の牧野富太郎博士の業績を検証するため開園した植物園。起伏を生かした園内には牧野博士ゆかりの野生植物など約3000種類以上が咲き誇っています。資料館では博士の生い立ちをビデオやパネルで見ることができ、季節ごとの展示や企画も行われています。続いては土佐の日曜市をご紹介します。高知城にも程近い大手筋で開催されているのが土佐の日曜市です。1690年以来300年以上の歴史があり、年始とよさこい祭り期間8月10日から12日を除く毎週日曜日に開催されています。出店されている店は様々で、果物や野菜などの農産物はもちろん、高知県の特産物をはじめ田舎寿司や手作りの菓子のほか、植木や土佐刃物など盛りだくさんとなっています。続いては安井渓谷をご紹介します。奇跡の清流として知られる仁淀川の支流の一つ、安井川の上流にあるのが安井渓谷です。景勝地として知られ、一帯は安井渓谷県立自然公園に指定されています。美しい紅葉は県下随一ともなっていて、龍が飛び立つような姿の飛龍の滝や、季節や時間帯で青や緑に色を変える水晶淵など見どころもたくさん。美しい仁淀ブルーを堪能できるスポットです。続いては辰串海岸をご紹介します。土佐清水市の東部に位置しているのが辰串海岸です。激しい波風の侵食作用によってできた壮大な気象奇岩の風景が広がります。一帯は辰串見逃し奇岩パークとなっていて、辰串海岸の奇岩群と見逃し海岸の奇岩群、足摺海底間遊歩道の奇岩群の3カ所に分かれています。遊歩道は30分ほどで一周でき、目の前の奇岩群はまさに圧巻です。高知で有名な観光スポット10選を紹介してきましたが、いかがでしたか？大自然を満喫できるところから日曜市まで盛りだくさんとなっています。どこも魅力あふれるところばかり。高知を訪れてみてください。旅行の達人が運営する LINE アットに登録すると、お得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。